まあ、今回の日付がちょっと7月18日ということで、うん、特別な日だと思うんですけれども、何かそれに関してなんかどんな気持ちで臨みたいとか、なんかどんなことを、伝えたいみたいなことがあったりしますでしょうか。そうですね、まあ、僕自身やっぱ僕が、一番輝けるところを皆さんに見ていただきたいなっていうふうに思っていますね。本当に1年前、まあ、いろいろ本当にこう自分自身も考えることがありましたし、本当にこう、ありましたが、やっぱりこの自分が夢を追ってきて、幼い頃に弟とそして自分の親友と3人で立つた夢が目の前にあって、まあ、その目の前にして自分が何ができるのかって考えたら、やっぱり自分自身が大きな挑戦をして輝くっていう、その一つに限るなっていうふうに思ってるので、まあ今回の開幕戦が18日に決まって、まあ僕自身本当に何かを感じないって言ったら嘘になりますし、その気持ちも全部背負って今回は思い切り戦っていこうっていうふうに決めました。はにかんだ君の小さなエクボにそっと日々の幸せを覗き込む穏やかな胸に差し込むレンボに切なさの意味が根を張り囲う抱きしめるたびにこぼれ落ちそう